メチャンネル。こんにちは、サロメです。今日はですね、減量についてのお話ということでですね、第1弾ということでお伝えしていきたいと思います。私ですね、今年3になります。それで一応体脂肪率がですね 6% ここまでね落とすことができましたんで、そういったところをですね、視聴者の皆様方に少しでもね、参考になればと思いまして、動画の方ですね上げていきたいと思います。今ね8月ということでですね、私もう休みの日はね、もう山に行っちゃったりキャンプに行っちゃったりってことで、なかなかね家にいることが最近ないんでね、動画投稿非常に滞っちゃっておりまして本当にすいません。そういったところでね、ちょっと今日は運転中にね申し訳ないんですけど、こういったことでね、少しでも動画出せたらと思いますんで、動画の方を上げていきたいと思います。でね、私の減量なんですけれども、これ私も本当ど素人ということで挙げさせておりますんで、筋トレであったり、食事管理ですね、そういったものであったりっていうところで、これもう何の私専門的な知識もありませんので、正直合ってるのか間違っているのかっていうのも分かっておりません。ただ自分自身でうまくですね、減量ができたということで、少しでもね参考になればというところ、そこだけですので、あくまでもこれはですね、正解では ありませんので、一つのですね、参考ということで事例見ていただければと思います。まずですね、減量の考え方ということで、どんな減量をしていくかっていう方向性をですね、決めなくちゃいけないと思うんですよね。で、私が取り組んだのは今流行ってます糖質制限ダイエットであったり、ケトジェニックダイエットであったりというものがですね、結構流行ってると思うんですけれども、自分の場合は糖質ですね摂取いたします。ただ糖質の量はやはり減らしました。例えばですね、今まで私ブログでラーメンブログみたいなものもですねやってるんですけれども、大好きなラーメンまずやめました。そしてご飯ですね、炭水化物を基本的にグラムで測るんですよ、何でも食品を。で、普通にですね、ご飯盛っちゃうとですね、普通に 300g ぐらい、ご飯一杯食べちゃいますんで、それを半分にしました。 150g ですね、1回の摂取量 150g。 あとは基本的に仕事の日は夜はですね、がっつりやっぱり糖質取ります。ずっとですね、一日、立ち仕事みたいな仕事なんでね、結構体力使う仕事やってるもんですから、仕事の時はですね、炭水化物を比較的がっつりめにとって、で、休みの日は夜だけですね、ちょっと炭水化物を抜いてみたいなことはやっておりました。またですね、私が、こういった炭水化物をしっかりとっていくダイエットをやっていく中で、なんでですね、ケトジェニックダイエットなどで、そういったものをやんなかったなっていうところなんですけども、まずですね、私の仕事の環境といいますかね、日常生活ですね、そういった中でどうしてもですね、やはり炭水化物を摂る環境なんですよ。ですので、食事管理ある程度自分の中でしていても、どうしてもですね、炭水化物を取らなくちゃいけない場面がですね、人の付き合いであったりね、いろんなものがあるんですが、取らなくちゃいけないっていうのがまず1点。あと、なんといってもね、まるっきり糖質カットしちゃうと、お金がかかるんですよね、お金が。例えばですよ、ご飯でお腹いっぱいにするのと、肉、魚、野菜、そういったものでね、お腹いっぱいにする、もうそれだけでもですね、お金の単価がですね変わってきちゃう。それに対してしっかりね、ジャンルをしっかりとそういった考えを持ってね、やればいいと思うんです。私の場合はなかなかそうもいかなかった。まず金銭的にそんなに私裕福なおもちゃありませんのでね、金銭的にねちょっと辛いところがございますので、そういったところでですね、もうしっかりとね、炭水化物をとってのダイエット。なんでね、今結構流行ってるですね、
減量方法とあんまりちょっとね、そういったところで違うのかなと思います。またですね、減量についての食事ということで去年動画出させていただいたんですよ。それは結構反響大きくてね、まあ、未だにあの自分の動画の中ですごく、再生率が多い動画なんですけれども、全く、まあ、ちょっとね、今年は去年と若干変えたんですが、基本的な考え方としては、その考え方と一緒でございます。で、基本的に、食事制限と筋トレですね。それで減量をしていったような状況です。そういったところですね、今回の動画につきましてね、話させていただきまして、まあ、炭水化物をですね、しっかりと取ったダイエットをしてきましたという話です。次回は私がですね、それじゃあどんなものをね、食べてきたのかというところをですね、細かくですね、説明していければなと思います。それではですね、ちょっと今日車で申し訳ないんですけどもね、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。Thank you.